アンドレイ・ブシコフは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手で現在は、フィギュアスケートコーチ。1998年長野オリンピックペアロシア、代表。1996年世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、マリナ・エルゾワとユリア・リアシェンコ。ロシア語読みでは、アンドレイ・ブシコフに近い、旧ソビエト連邦に生まれる。ジュニア時代には、 ユーリア・リアシェンコトッペアを結成し、ソビエト連邦代表として国際大会に出場。1988年世界ジュニア選手権では3位となったが、後に解散し1990年にマリナ・エルゾートッペアを結成した。1990から1991年シーズンからマリナ・エルゾーアと共に国際大会へ出場。ソビエト連邦崩壊後はロシア所属となった。 1993年欧州選手権に初出場をし、いきなり優勝を飾ったが、同年の世界選手権では制裁をかき6位に止まった。1993から1994年シーズン、ロシア選手権で4位に終わり、リレハンメルオリンピックの代表に選出されなかったが、1994年世界選手権には出場し3位となった。 1995から1996年シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦し、常に表彰台に上り競合ペアとして注目され、1996年世界選手権では念願の初優勝を飾った。しかし、1997から1998年シーズン、頃から怪我に悩まされるようになり、1998年、 長野オリンピックでは7位に止まった。2000年にアマチュアを引退。現在はアメリカを拠点にコーチとして活動している。ロシアゴラテン本寺、アンドレイ・ブッシュコブ。ありがとうございます。